はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。ウィニングポスト9 2021、やってみましょう。さあ、前回はこちらグラスワンダーがデビューをしました。で、2戦とも圧勝ということで、来月朝日杯フューチャー GX 期待が持てますね。で、スペシャルウィークもね、来月デビューということで、この子もね、大変注目なんですよ。さあ、ではやっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ではグラスワンダーの G1 挑戦の前に、こちらセール行きましょうか。海外意欲のセール行きましょう。さあ、で、原さんまたお願いしますね。で、今回そうだなー、そうねー。さあ、ではまずはこの子買っていきましょうか。ゴールドティアラ。この子はですね、かなりダートで勝ってるらしいんで、この子も活躍しそうだなということで、じゃあ行きましょう。セリーヌ参加。はい。さあ、ではどうでしょうか。あー、で、スズランちゃんも出てるのか。そうか。さあ、で、まずは8400万。これ相当上がるんじゃないかな。で、9000万ですよね。さあ、ゴールドティアラ6億で落札。6億かこの子活躍するかな。いや、活躍してもらうと困る。さあ、ということでお願いしますね。で、次はそうだな、今度はそうやな、じゃあ名称ドと、この子をね、そう、宝塚記念勝ってるんだよね。テイエムオペラ王の最大のライバル。あ、そうなんだ、マジか。じゃあこの子行きましょう。この子もね、ちょっと高くなりそうだな。でも、さっきのゴールドティアラの6億はさすがに引いたな。さあ行きましょう。で、こちら名称怒涛も6億すごいなこれは。いやー、マジか。今所持金が7億まで減っちゃった。こういやー、これは絶対活躍してもらわんといかんな。これは責任取ってもらうからね。さあ、ではグラスワンダー朝日杯フューチーティーステークスでございます。もちろん一番人気で、星雲スカイが出てるか。星雲スカイは 8.7 倍、グラスワンダーは 3.0 倍とオッズでは有利。さあ、グラスワンダーは2歳チャンピオンになれるだけの力を十分に持っていますからね。ぜひ勝ってほしい。あ、なるほど、うん、そうだね。で、星雲スカイ、あー、星雲スカイも足毛なんだね。うん、なるほど。さあ、では行きましょう。さあ、勝負だ、星雲スカイ。まあ、この中だと、まあ、星雲スカイが一番ライバルかな。さあ、行きましょう。まあ、でも勝ってくれると思うけどね。さあ、行きましょう。さあ、飛ばします。さあ、まずは、はい、グラスワンダー。あ、もう絶好調じゃないですか。いや、ほんと、この足毛が綺麗なんですよね、グラスワンダー。さあ、そして、星雲スカイ元気出せ、大丈夫か。はあ、で、2番人気が確かね、1番のマイネルラブとか、なんかそういう馬だったかな。さあ、行きましょう。さあ、朝日杯フューチリティステークスでございます。いやー、これに勝てればね、クラシックも夢じゃないですよ。で、スペシャルウィークを、まあ、とりあえずどうしようかなっていう話だよね。さあ、行きましょう。今週は朝日杯フューチリティステークスです。まあ、とりあえず重賞を勝たせないと海外にも挑戦できないんで。まだグラスワンダーはライバルができてないのかな。まあ、なんとかライバルと戦いに制して、どんどん能力を上げていきたいですね。さあ、まずは。で、一番先頭にいるのが星雲スカイか。その後ろ、カルボナリアイアン、そのうちに続いています。グラスワンダー、D1 です。D1 なの？すぐ後ろ、その外にオリーブフランク。さあ、ではどうでしょうか。で、1600m だからね。まあ、これに勝てれば、ですよ。さあ、そして、どこ、グラスワンダー、どの辺ちょっと見えない。あー、中段あたり届く、それ。大丈夫。さあ、来い、やばい、星雲スカイ。あー、来てる、よかった。オッケー、よし、届くか。頑張れ、捕まえろ。よし、オッケー、ナイス、やったー、グラスワンダー、オッケー、初 G1 勝利。これは期待が持てる。さすがでございます。束を寄せつけない圧倒的な強さです。
よかった、セーブンスカイに勝てた。さすがグラスワンダーちゃん、いやー素晴らしいっすね。いや最高の気分っす。さあそしてどうでしょうか。でグラスワンダー、はい、でやりましたよ。のさん、もともと2歳の中ではトップクラスの存在だと思っていましたけど、2歳はナンバーワンになって改めて凄さを実感できました。やったね。ぬのさん、立花さん、こんにちは。先週は朝日杯フューチージーステークスでグラスワンダーがやってくれましたね。安田さんどうもありがとうございます。ご存知の通り、私はマイル戦こそが競馬の醍醐味と考えています。ああグラスワンダーね、うん、1600m 勝ちました。卓越したスピードが求められるもの、それのみではこなせない、最後は底力がものを言う。今回 G1 の大舞台でグラスワンダーはマイル適性を見事に示しましたからね。うん、でそこまで褒めてもらえなんて大変嬉しいです。それにしても布さんのご活躍はいつも感動させられてばかりです。私の大好きなマイラインにとどまらず、競馬界に名を残す名馬を数々残されて、あそうだよね本当に。こちらは私からの贈り物、絆コマンドと銀のお守り。やった、安田さんからももらえた。最近ね、銀のお守りめっちゃ奮発してくれるんですよ、みんな。ありがとう。で今9枚か、うーん、まあできれば金のお守りと交換したいですよね。残り1枚か。さあで借金、あー1億、わーもうなー、さっきの競りちょっと散財しすぎたなー。さあついにスペシャルウィークデビュー戦でございます。2歳新馬戦、だいぶねデビュー遅れちゃったんだけどね、まあこっから取り戻していきましょう。でスペシャルウィークはダントツの1番人気 1.5 倍かで、2番人気がこの馬だね。あーやっぱ能力が上位だから勝ち負けあるのか。うん、このメンバー相手なら十分勝てるでしょう、期待していてくださいよ。まあスペシャルウィークだからね。グラスワンダーも強いけど、このスペシャルウィークもねめっちゃ強いからね。いやー馬娘見てるんすよ。のね、まさかこのスペシャルウィークがね主人公だとは思わなくてね、もうそうスペシャルウィークを勝ってからその馬娘に始めたらね、いやこんないやすごかった、うん、本当に。いやー馬娘面白いよね。さあではスペイ頑張ってくれ。中山競馬場本日の、まあここはぶっちぎってほしいな。行きましょう。スタートちょっと遅かったね大丈夫。さあ頑張って頑張って。足を飛び出してアートエフォート。さあで騎手は武豊騎手でございますけども、あーいきなり後方だ。まあスペシャルウィークはね、うん、差しだから、まあここからでも大丈夫大丈夫多分ね。大きく離れてベルブライド、この位置です。やっぱねこの差しとか追い込みってさちょっとハラハラするよね。それで私だけかな。さあでこっからもうどんな末脚を見せてくれるやろ。さあどうでしょう。少々スローペース、わー怖い怖いやっぱちょっとハラハラしちゃうね。では2番手はベリーナンバー、さあでこっから上がってくるか。竹さん、竹さん信じてるからね。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ上がってきた、速いめっちゃ加速してるそんな速くなるもん。さあ来ました、これは追いつけないやばいなすごいすやし、もう本気出しちゃってる。いや本気出してるのかな、もう流してる感じだったけどね。うわすげえこれなあそうグラスワンダーとどうこうねレースを使い分けるかだよね。うわー贅沢な悩みだね。さあでやりましたよ。さスペシャルウィークは本当にいい走りをしましたね。デビュー戦からこれだけ動けるんですから、これからが楽しみですよ。全くです、いやーすごかったなー。あーでこれからタケ君をスペシャルウィークの主戦にしようと思うんですが、でもタケさんね使いすぎてるんだよな。だから他のレースと競合しないか心配だけども、まあタケさんにしましょうか、うん、さあでは表彰式でございます。まあ今年もね結構頑張ったからね、うん、進行ウィンディ、シーキングザパール、そしてファビラスラフィンで、セタノキングやグラスワンダーもね結構ね来てるんだよね。なかなかいいんじゃないですか。でそれではこれより表彰式に移ります。うん、まあ騎手はこの方だよね、うん、武豊騎手、もう毎年取ってるねこれ。
さあすごいですね。で調教師の方はというと、うん、なるほどなるほど。で最優秀馬主は吉野さんに取られたが、ちなみにね今年ね私2位なんすよ。くそ吉野さん目築城悔しい。で各部門の受賞馬の発表、最優秀3歳牝馬がシーキングザパールで、で最優秀短距離馬もシーキングザパールで、最優秀ダート馬がなんとセタノキングでございます。おめでとうございます。セタノキングね、なかなかちょっとね実況の方では見据えてないんですけども、結構ね活躍してくれてます。はい。さあで今年の年度代表馬は誰なんでしょうか。さあどうでしょう、この馬です。エアグルーヴあーでもシーキングザパール2位か、惜しかったな。さあでは年末の手続きやっていきましょうか。ちょっとねファビュラスラフィンがもうしんどいかな。あーやっぱ衰えたって書いてある。まあこの子も引退か。まあ来年はね繁殖牝馬として頑張ってもらおう。でペペスルー全然活躍できなかったな。いやまあでもお疲れ様でした。でペペペペバーガーと、進行ウィンディが加工気味か。そうかそうか、まあ、まあまあまあとりあえずもうちょっと頑張ってもらおう。でブロードアピールはこれから。でステイゴールドもね引き続き頑張ってほしいな。でセタノキングはまだまだ頑張れるでしょう。いきましょう。さあでファビュラスラフィンちゃん、うん、現役時代の目覚ましい活躍は認められ殿堂入りを果たしました。おめでとう、ナイス。新速の中距離ランナーの称号が贈られます。ありがとう。新速、芝の中距離レースでは断然の競争能力で素晴らしい成績を残し続けたファビュラスラフィン、そのスピードは限りなく神の領域に近づいていると評する専門家もいたほど。もうそれ褒めすぎじゃない。いやーありがとうございます。で金の像展示室に飾っておきます。ありがとう。ということで金のお守りもいただけるんだよね。ありがとう、やった。あーこれか、最近布さんには恋にされている方がいらっしゃいますね。ここは将来を見据えてご結婚を考えになってもいい頃ではありませんか。これもしかしたら増えてるかもしんないな。あー増えてるわ。ひかりちゃんだけじゃなくて天本琴ちゃんと結城えなちゃんも加わってる。うわ迷うな。いやーモテますな私。まあちょっとまあ来年までまあ見送りましょうか。いやー早めにやりたいけどね。うん、今回は見送っておきます。ごめんね、本当に。いやー幸せな話ですよ。なんて贅沢なやつ。あーで馬戦白狼だ。フォーフォーフォー、わしは馬戦白狼という猛者。競馬の歴史には後から考えると転換点と言えるような出来事がいくつかある。偉大な守護馬の登録や歴史的な挑戦がこれに当たると言えるじゃろう。そんな日本競馬の転換点をわしが転換点となった年の初めに紹介していこうと思う。日本競馬史における1998年、それは日本馬の海外挑戦の機運が高まった年なんじゃ。まず8月にシーキングザパールがモーリス・ド・ギース賞を制して唇を切り、翌週には待機シャトルがジャックル・ワール・マロワ賞で優勝。長い間海外の競馬場で勝利を挙げられなかった日本馬が立て続けに2週連続でフランスの地で G1 を勝利を飾ったのじゃ。この2頭の勝利により日本内外において海外で日本の馬は勝てないと認識は改められ、多くの日本馬が海外へ挑戦していくことになったのじゃ。ああそうなんだ。シーキングザパールどうしような。モーリス・ド・ギース賞か、まだあるかな。で絆コマンドありがとうございます。さあスペシャルウィーク中1週で新山記念でございます。スペシャルウィークはね海外の G1 に行かせたいので、なるべく早めに重賞を取らせたいですね。でオッズは 2.6 倍か、大丈夫かな。まあ、ちょっと疲れてるかもしんないよね。スペシャルウィークにも重賞ウィナーの仲間入りをしてほしいですね。そやな本当に。いきましょう。さあ飛んだぞ。まあスペシャルウィークだったら大丈夫でしょうとね、まあ安心してはいるけど不安でもある。さあで日刊スポーツ賞新山記念でございます。レコードはダンツシアトル、すごいな。もう至る所にダンツシアトルの爪痕が残っている。さあ行きましょう。京都競馬場本日のメインレースの発走です。さあそれをレコードを塗り替えるのはお前だ。スペシャルウィーク8カネプレール、こ
この馬も好スタートを切りました。来ましたよ。足をつけて待ち金プレート行きました。本当は先行くらいがね、私一番安心するんだけど、まあ差しもね、あれよね、うん、もうゴール前差し切った時のあの快感はね、たまらない、ね、白の帽子、襟もサイさあ、で、そのシャルウィークちゃんは、まあ大体中断だね。まあそこだったら全然届くと思うけど。各馬ここで仕掛けます。で新山記念勝ったらまあ放牧行かせて、でどっか外国の三冠馬を狙っていきたいですね。で日本の三冠はグラスワンダーに任せよ。さあもうそろそろ動いてほしい。来た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 、ナイス。さあどうでしょう、さすが竹さん。おーっとすごいすごいな。ね、まだ新馬戦しか終わってないのに格上挑戦でも全く問題がない。 OK すごい、なんて恐ろしい馬よ君は。さすがでございます。やったー、さすがでございます。見事です。いやー一番人気とはねお目が高いですよ本当に。さあではスペシャルウィーク勝ちました。やりましたよのさん、初めての重賞挑戦でこれだけのレースができるなんて今後に明るい展望が明けてきましたね。まったくよ。いやーすごいな。でなるべく早めにライバルに挑戦させて能力も上げていきたいですよね。いやーすごい伸びだったな。うちの牧場でサンデーサイレンスとキャンペーンガールの今年で生まれた馬ですよ。牧場のみんなも喜んでるでしょ。ほんとね、もうこの辺はね涙ちょちょぎれるのよ。さあこちらペペペペ牧場でウォーキングマシンの工事が終了しました。オッケー、これで休養馬や故障馬の疲労を回復できるようになるでしょう。了解しました。じゃあさらにウォーキングマシンをパワーアップさせていきましょうか。これ建設でウォーキングマシンの工事を行いますか。4億うん大丈夫、いきましょう。さあで残りの所持金は3億なんですけど、今ねもう本当に実力馬たちが揃ってるんで、まあすぐに返せるでしょう。いやーすごい牧場になったな。今年こそね最優秀馬主を取っていきたいですね。じゃあまずはこちらリバーガール、この子を買っていきましょう。この子はね後にテーム・オーシャンっていうねすんごい強い牝馬をね産んでくれるということで、じゃあこの子買いましょう。で銀のお守りか、うんうんうん。でじゃあ銀のお守りを使って買っていきましょう。購入価格1100万円安い。いやーこれはもうめちゃめちゃいいお買い物です。じゃあ買っていきましょう。はい買います。 OK 素晴らしい。じゃあもう一頭買っていきましょうか。そうやな、そういえばじゃあロゼカラー買っていきましょうか。ロゼカラー、この子はね後にですねローズバドっていう牝馬を産んでくれるということで、じゃあ買っていきましょう。ペペペ牧場に空きがない。あ、そうなんだ。じゃあ、ここは、まあ、フェアリードール売りましょうか。まあ、この子はもうお疲れ様っていう感じだからね。じゃあ、売却します。まだこれからの繁殖牝馬です。本当に売ってしまうんですか？まあ、仕方がない。うん、仕方がない。で、フェアリードールは3600万円で売れると思います。はい、じゃあ、売っておきます。はい。で、これで枠が1個空いたので、じゃあ、ロゼカラー買っていきましょうか。ロゼカラーは、こうしていった方が早いね。で、ロゼカラー、いた。じゃあ、この子買っていきましょう。はい、お願いします。あー、で、吉野さんだ、こんにちは。じゃあ、ここは銀のお守りを使って買っていきましょう。はい。3700万、安い。はい、じゃあ、買います。はい、ありがとう。いやー、いい買い物だった。で現在金のお守りが2枚、銀が9枚、銅が15枚、緑が25枚か。了解、これも変えていきましょうか。さあそしてスペシャルウィーク共同通信杯 G3 でございます。3戦目いきましょう。で、あ、エルコンドルパサーが出てるのか、マジか。これはきつそうだな。いやー勝ってほしいけどね、エルコンドルパサーか。いやー、ウマ娘ではね、うん、やばい、こう、名勝負を繰り広げてたからね、2頭ともね。さあ、では行きましょう。
勝てるかな、エルコンドルパサー。本日のメインレースの発想です。スタートしました。横一線。さあ、なんとか白をつけてほしいんだよな。何が波乱立つでしょうか。で、一応日本国内の戦いはこれで一旦終わって、で、ここから海外で活躍してもらおうかなと思ってるんですけど、どうかな。さあ、エルコンドルパサーどこだ。その横にオートリピクリ、どうだろう。その後ろからはセクラレイブ、うわー怖い。すぐ隣にエンマベッド、コンドルパサーはどれだ。このまま分からん、分からん。すぐ後ろオレンジの帽子プロフィティブニング、いやー勝負はね一瞬で決まると思いますよ。展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、どのあたりだっけ。で、さあ先頭は依然として11番、スペシャルウィークはねめっちゃいい位置にいると思うんですけどね。さあ、エルコンドルパサーがいつ仕掛けるかだよ。さあ勝つんだ、来たこいつか。で、スペシャルウィークも来てる。さあどうだどうだ、いやークソ届かねさあどうだどうだ、頑張れ頑張れ、もう少しなんだけど。いやー強いな、エルコンドルパサー。やっぱーいやー強えー、いやーこれは強いな、エルコンドルパサー。やるじゃん。さあ、ではスペシャルウィーク4戦目でございます。フジテレビ賞スプリングステークス G2 でございます。前回はね、エルコンドルパサーがいたからまあね、負けちゃったけども。さあ、では今週はこちら4戦目。さあ、スペシャルウィーク4戦目、フジテレビ賞スプリングステークス G2 挑戦でございます。前回はね、エルコンドルパサーがいたからまあ負けてしまったけれども、このレースだったら勝てそうだね。行きましょう。で、このレースが終わったらもう本当に、海外行きましょう。さっきのレースでね、もう国内引き上げようと思ってたらね、すいません、結局やることになってしまいました。行きましょう。中山競馬場、さあ G2 で箔をつけて海外の G1 目指していきましょう。頼んだ。さあ、まずはまずは前に行きそうです。スペシャルウィーク、それに続いています。なんとかガンガンレース行かせてで成長させたいですね。その後ろペアスアゲイン先手を取りました。さあどうでしょうか。リムヘイロ、それに続きます。頑張れ。パフェルーブルすぐ後ろ、ちょっと疲れもね残ってるかもしれないから、その辺も気をつけていきましょう。すぐ後ろにオリーブ、さあ頼んだぜ。頑張って頑張って。シンガリからゴールドエンペラー、で、この後短期放牧行かせて、で、どっかの海外の参加を狙っていきたいんですけどね。まあ、スペシャルウィークだったら勝てそうな気するけどな。海外の馬がね、どんだけ強いのか分かんないからな。で、とりあえず弥生賞はね、グラスワンダーが圧勝してくれたんで、まあ、国内はグラスワンダーに任せるとしましょう。さあ問題はスペ、君だよ。いい位置です。さあスペ大丈夫。後続も追い、まあエルコンドルパサーがいなかったら大丈夫か。どんだけ強いんだろう、あいつ。これからの勝負、ここで。さあ来ました。先頭はスペシャル、ああ全然余裕じゃないですか。オーケーオーケー、よかったよかった、全然余裕だ。素晴らしい、いい走りだわ。いやーエルコンドルパサー目の上のタンコブメ。見事トライアルを勝利、まあ、トライアルには参加しないですけどね。まあ、世界へ旅立ってもらいましょう。さあ、そして高松宮記念シーキングダパール行きましょう。野さんこんにちは。誰でしたっけ。あ、大気マーシャルを所有してる。大気マーシャル知らんな。あ、なんか初対面っぽいけどなどっかであったかな。で、シーキングダパールは 2.5 倍か。まあこれは勝ってほしいな。まあ、短距離ではまあ敵はないと思うんですけどね。どうでしょう。さあシーキングザパル行きましょう。さあ頼んだぞ。高松の宮記念はねまだ勝ったことがないんで、ぜひともここは勝ってほしいですね。さあ、さあ行きましょう。頑張ってね。はい、また前走、前走でこちらは、この馬が2番人気か。まあシーキングザパルの方が早いと思うけどね。行きましょう。さあ行け、頑張ってね。さあ高松の宮記念、前ダンツシアトルが勝てなかったレースだったっけかな。そう、これだけ取れなかったんですよ、あのダンツシアトルが。日本レコードは取ってるというのに。さあ行きましょう。さあ G1 高松の宮記念、8番ですね。了解。さあ最後は大外枠のグレートチェンジ、ゲートに入って体勢が整いました。さあ勝負は一瞬ですよ。しました。各馬揃ったスタートです。どうでしょう
スタート微妙だったな。前に行きそうです。これに続いてゴモナジニア、シーキングザパールもね、海外のレース走らせてるんですけど、あんまり勝てないっていうかね、ちょっと勝ちあぐねてるんですよね。もったいない。ここで平身バーリー先頭に入りました。でもう最後の直線かな。早っ。さあ頑張ってね。国内には敵がいないということを君が証明してほしい。さあ先頭は平身バーリー。さあ来ました。でめっちゃいい位置。さあこれからです。次の早風で来た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 。あー後ろからも来てる。頑張れ頑張れ、こらえるんだ。大丈夫かな。あーいいね。よしよしよし、よかった。オッケー、早い。すごい、よかった、勝てた。ナイス。すごかったな、最後の直線めっちゃ早かった。いや最高だぜ。さあではい、で初めての私の高松沼駅伝勝ってくれました。ナイス。野さん、去年のスプリンターズステークスについてここ高松の山記念も勝ちましたね。誰だっけ、山野くん。この馬のスピードならばスプリント戦では負ける気がしませんよ。あーだからタケさん取られちゃったのかな。そうかそうか。まあでも勝てたもんね。とりあえず、いやーよかったよかった、勝てた。野さん、改めましてシーキングザパールの高松の山宮記念の勝利おめでとうございます。ありがとう。おー、あーでなんか新たな絆が結ばれたとか言ってるね。うん、なるほど、了解しました。検討しておきましょう。あーで青沢さんどうもこんにちは。で、あー調教師の方を紹介してくれた、ありがとう。さあということで今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ベンでした。さよならー。